春の自然豊かな高浜を満喫。里山の食材を豊富に使ったバイキングやハイキングなどを楽しむイベントが28日開かれました。里山バイキングでハイキングと題して開かれたイベントでは、青葉山の古道を散策するハイキングやタケノコ掘り体験など、春の高浜を体感するさまざまな催しが行われました。このうちタケノコ掘り体験には、高浜町をはじめ大井町や舞鶴市などから合わせて13人が参加しました。参加した人たちは、土から顔を出したタケノコを見つけると、地元の人から掘り方のアドバイスを受けながら、タケノコが折れないよう慎重に掘り出していました。ここにもあるよ。はい、折れました。ええのは取れた。うん、残念。残念。面白かった。わかめ入れて炊きます。楽しみですね。楽しみ。そのままかぶりつきたい感じで。ね、いい匂いでした。春を感じます。またイベント会場の青葉ふれあいドームでは、今が旬のタケノコや山菜など地場産食材を豊富に使った料理が味わえるバイキングをはじめ、町内の特産品などを販売するコーナー、それにフリーマーケットなどが行われました。このイベントは街歩きや田舎体験などを通じて、高浜の豊かな自然や歴史などを体感するどこいこ何しをミニツアーの春の第一弾企画として、高浜まちづくりネットワークが開いたもので、今回で3回目の開催となります。